レオンレーシングとは、日本のレーシングチームである。誕生以来、スーパー GT の GT300 クラスに参戦している。黒沢元春が発足させ、現在は、自動車好きで知られる主婦と生活者会長の遠藤、大介が社長を務める、有限会社 K 2 R、K2R&D を母体としており、同社の雑誌である、レオンをチーム名に名乗る。なお、社名の K2 は、現氏と、 ハルキ、二人の黒沢が由来である。レオンとして、レースに出る理由について、総編集長のサイオンジカオルは、レオンの親父世代は、スーパーカーや高級車が、憧れの的、高級車を自分で転がしたり、スーパーカーで、レースに参加したりといった夢を抱いています。そういう夢を実現させるということで、去年から、実は、スーパー g t 3 0クラスにエントリーしているんですと、 語っている。チーム結成の発表は、メルセデスベンツ SLS AMG クーペブラックシリーズの発表会で行われており、メルセデスのイベントでも、レオンのドライバーが呼ばれるなどメルセデスとの結びつきの強さを伺わせる。もちろん母体のクロサーエカとも関わりは深い。グリーンテックレオン SLS レオン SLS2012 年に、竹内博則のシフトとジョイントして、 スーパー GT の GT300 クラスに初参戦。チーム監督は黒沢元春。マシンはメルセデスベンツ SLSAMG。カーナンバーは52。ドライバーは竹内と監督の息子の黒沢春樹。第5戦のサードドライバーに中谷明彦。第4戦で2位表彰台に上がる活躍を見せたが、第5戦で黒沢が アルタ HSV-010GT との接触で横転、負傷し、その後第6戦を欠場。第6戦は、土屋武士がステアリングを握った。また、同年5月、黒沢の弟である、黒沢翼が主婦と生活者の編集者として就職している。2013年からは単独でチームを結成し、レオンレーシングとして発信。カーナンバーは62。 チーム代表は、遠藤大輔。監督はそのまま、第一ドライバーは、黒沢春樹で、第二ドライバーは、加藤忠史から第三戦以降、黒沢翼に交代した。また、鈴鹿 1000km では、第三ドライバーに、中谷昭彦が登録された。鈴鹿 1000km では、レオンレーシングとして、初の3位表彰台に立った。2014年は、 カーナンバーを65に変えた。昨年同様第1ドライバーは黒沢春樹で固定のまま、第2ドライバーは峰尾京介、黒沢翼、ガモ直也と立て続きに交代している。チームは第4戦で表彰台を獲得した。2015年は監督が黒沢元春から遠藤大輔に交代。第1ドライバーは黒沢春樹、第2ドライバーは ガムウナウヤで完全に固定した。第4戦で2位表彰台を獲得した。2016年は工場長とエンジニアを兼任する溝田忠が監督に就任。マシンを最新マシンであるメルセデス AMG GT に変更した。また以前よりスポンサーであった高級時計ブランドのクストスがマシン名にチーム母体の K2R&D がエントラント名に入った。 開幕戦岡山では結成4年目にして悲願の初優勝を飾り、初めてポイント、ランキングトップに立った。しかしその後は入賞もままならない状態が続き、優勝したにもかかわらず、チーム史上最低のランキング12位で終えた。2017年はタイヤを横浜からブリジストンへとスイッチ。開幕戦ではポールポジションを獲得し、決勝では2位につける。 第6戦、最後の開催となる、鈴鹿 1000km で、一周目にピットインする奇策を披露を。これが的中した上優れたペースで、土屋エンジニアリングのビバッチ 86MC を抜き去って優勝。再びポイント、ランキングトップに立った。しかし、事前では、ピット作業で、タイヤ交換途中でジャッキを下ろしてしまうミスがあり、グッドスマイルレーシングテアム居に、 大差で首位を奪還されてしまう。最終戦は、前輪日本交換で、終盤に、ガモウが無交換作戦のアルタを捉えて、トップに立ち優勝を飾ったが、グッドスマイルレーシングテアム挙が3位に入ったため、惜しくもタイトルを逃した。ランキングは、チーム史上最高の2位。2018年は、タイヤ、ドライバーともに前年と同様の体制。 取りこぼしのないようにと語った通り安定した速さを見せ前線でポイントを獲得したものの4位4回と表彰台に登れないレースが続いた。ポイントが分散したこともあってランキング2位で最終戦を迎えるもランキング1位の55号車との差は12ポイントあった。3位以下とのポイント差から優勝プラス55号車との順位次第という厳しい条件だった。 しかし予選では55号車が10番手に沈んだのに、対し2番手を獲得した。決勝では、スタート直後に0号車と接触するトラブルを、起こし順位を下げるも、トップを走っていた88号車のトラブルなどにも、助けられ、さらにタイヤ無交換作戦で0号車の前に出る、形でトップをダッシュ。同じくタイトルを争う31号車、0号車を振り切って、 シーズン初優勝を飾るとともに55号車が8位に終わったことで共にチーム初となるドライバーズチャンピオンチームチャンピオンのダブルタイトルを獲得した2019年シーズンは新たにピラミッドをタイトルスポンサーに迎え社名もレオンピラミッド AMG に変更となったただ以前よりスポンサーであったケイストースが2019年よりある他のスポンサーを 努めることになり、車体等からケイストースのロゴがなくなった。ドライバー陣は、第5戦富士まで昨年と同様の体制で参戦。第6戦、オートポリスからは、黒沢春樹に代わり FIAF4 などで活躍する、菅波冬悟が、第2ドライバーに起用され、黒沢は、チーム監督に就任した。シーズンを通して予選が振るわず12、13番手からの、スタートが多かったが、 卓越した戦略やドライビングで表彰台まで少しというレースが多かった。第4戦隊では波乱のレースの中3位に入り、今季初の表彰台を獲得。第5戦富士では後方からのスタートながら5番手まで巻き返して表彰台を狙っていたが、他社から脱落したパーツがオイルクーラーを直撃したことで白煙が上がりピットに戻ったが、今季初のリタイアを騎した。 最終戦モテギでは予選3番手を獲得し、決勝ではタイヤ無交換作戦によってトップに立ち、最終ラップまで順調に周回を重ね、モテギ3連覇を目指していたが、ゴール目前でガス欠を起こし、スローダウン、ストレートでゲーナ能ーの11号車に追い越され2番手に交代し、チェッカーを受けた。なお、チェッカーを受けたガモウは怒りをあらわにして、マシンを降りている。 チームランキングは6位。2020年シーズンにより、新車の AMG GT3 エボでの参戦となる。ありがとうございます。